では、今回は、この表題の文献に対して、文献紹介を行います。でアブストラクトとしては、まず知識ベースの WSD のための有用な文脈上の手がかりを特定することを目的とした学習フレームの解説をということで、実験では2つの異なる知識ベースの手法とベンチマークデータセットを使って実験して、その結果従来の、ウィンドベースの手法を上回るような、コンテキストモデリングの大幅な改善が見られたということです。でまず、イントロダクションとして、WSD において、知識ベースの手法ではその語義の推論は、知識ベースから情報を使って、文脈に最も合致する語義を、見つけることが、行われます。そして、その推論についてのモデルは、発展されていて、洗練されているんですけども、そのコンテキストモデルについてはあまり注意がまだ払われてないということで、そちらの方をやろうということで、まず、その解説して、文脈は、バックボードオブワーズで表現されて、通常の文脈上の、語の重要度は等しいんですけども、この中には、関係ない情報を持たない語もあるということで、これをどうにかしたいということで、例としてチャーチ、教会という意味で、こっち使われてるんですけども、そういう意味で、この、オレンジ色の、ものについてはストーン、石とかスタンド、立っているとかタワーとかもそういうなんか建築物に関する、語については重要なんですけども、下線部の引いてあるエーシェントやサウンドなどは、そのチャーチ、建物のチャーチについてはあまり関連しない言葉っていうことで、これをこの重要度を、変更を重要度をきちんとその語ごとに変更するということを、行おうという研究です。で、本研究ではその必要な語義を予測するための手が、語義を予測ための必要な手がかりをその識別していくための、学習フレームワークを提案しています。で、その文脈上の語の有用性については、構文的情報や、語彙統計的情報、そして、単純な語の距離によって、評価されています。で、この手法を用いて、WSD を実行する際はその評価尺度に基づいて最も評価の高い語のみを考慮して、WSD を行うということでした。でまず、このモデルについてなんですけども、この研究では、語義を、下の式のように、やるということで、SW がその、その全ての、W の語義、単語に対する、その全ての語義で、そのシミュラリティと、文脈のシミュラリティを見て、その最大値を、その語義として、認識するというような風になっています。で、シムについては、以下のような式になっていて、この式のウェイトについてなんですけども、このウェイトは普通、普通というか今までの方法だと全部1になってたんですけども、これを変えることによって、その重要度をきちんと見るというような風になっています。で、学習についてなんですが、ディスタントリースーパーバイズドラーニングスキームというものを提案してまして、まず語義のタグが付けられたインスタンス、あらかじめ、語義のタグが付けられたインスタンスを用いて、そこからターゲットの語とその語が、含まれる、その言葉が含まれる文脈のペアのデータセットを、作成して、そこから、先ほどの関数を用いて、予測された語が正しいなら信頼できる文脈上の語というよりは、手がかりのある語だとして考えるというような、考え方になっています。
で、まあそれで、まあ、次に種類の特徴についてなんですけども、まあ、それについては、まずは単純な単語の距離と、まあ、次は構文的特徴ということで、ターゲットの、まあ、単語と文脈上の語が、まあ、依存関係にあるとき、その文脈上の語の方についての品詞を特徴とするっていうことになっています。で、語彙統計的特徴については、まあ、PMI と IDF を使用して、まあ、その頻度は、まあ、コーパスよりこのコーパスよりは、習得しているそうです。で、はい、実験です。で、この実験では2つの知識ベースの手法で実験を行いました。1つは、グロスベクターズということで、まあ、この方法が、上位語と関連語義、教員なので、ワードネットの用語を豊かにする手法で、まあ、下のパーソナライズドページランクについては、まあ、現在、WSD の最先端のパフォーマンスを記録しているアルゴリズムだそうです。で、その実験に使うデータセットについてなんですけども、リキシカルサンプルデータセットと、まあ、セミバル207を使用しています。で、その、まあ、データセットの量は、まあ、下になってるんですけども、そのペアワイズアキュレータということで、アキュラシーということで、まあ、これは、その文脈上の語と、まあ、その単語のペアのセットが、その単語の語義のセットが、まあ、正しく取れているものだけの、まあ、正しく取れているものを正、まあ、正として、まあ、その精度を取っているようなデータとなっています。で、そして実験での結果なんですけども、その LCS については、まあ、クロスデータ評価といって、その片方の語のタイプを学習データに学習させて、そしてもう片方の方を評価する、もう片方の語のタイプを評価するという方法と、クロスデータ実験といって、まあ、データセット、一つのデータセットを、まあ、その学習として使用して、まあ、もう片方のデータセットでその評価を行うという、まあ、そういうような実験を行ったそうです。で、まあ、この表を見てもらうといいんですけども、その改善率っていうのがこの、横には書いてあるパーセンテージのものなんですけども、まあ、PBR よりは、まあ、GV の方が、まあ、改善率がいいというような結果になっています。で、そして、セムイバル07については、まあ、こうやって高い数字 27% とか 30% といったような高い数字が出ているんですけども、まあ、これはデータセットの歪みで過大評価されているものだと、まあ、言及されています。で、次に、特徴がパフォーマンスに与える影響の調査ということで、先ほどの特徴3つの特徴を、まあ、それぞれ加えていくことで、どのような、まあ、それぞれの特徴がどのように影響しているのかを、まあ、ここで見ているんですけども、まず、語彙統計的特徴に与える影響が最も大きいということで、まあ、ここで 2.1% や 1.6% などが、まあ、一番大きいような影響が与えられるっていうことは、まあ、分かってます。この情報から、まあ、知識ベースの WSD では、まあ、局所的な文脈の語が有用だということが、まあ、示されています。で、もう一つここの表から言えることは、その単語の距離はあまり影響しないということで、このフィーチャーからさらに足された、まあ、そのじゃあワードディスタンスの方なんですけども、あまりその精度が上がってないというか、まあ、改善されていないということが分かります。で、そして最後に、他の研究との比較なんですけども、まあ、この表の、一番下の方がその、最先端のものになってまして、まあ、それと、その LCS を比べると、まあ、0.465 と 0.464 とか、
ファイナンスであると 0.570 と、まあ、0.493 といったふうに、まあ、その最先端のパフォーマンスと同様かそれ以上のパフォーマンスが発揮できることが、まあ、示されています。で、コンクルージョンとフューチャーワークについてです。まあ、この研究では知識ベースの WSD において、まあ、有用な手がかりとなるような、まあ、文脈上の識別を行う学習フレームワークを作成しました。で、提案手法は、さまざまな種類の証拠を効果的に強化することが分かっています。分かりました。で、この将来的には、まあ、その関連性の尺度をフレームワークに追加するということと、まあ、特別な新たに特別なモデルを作ることにも、まあ、関心があるというような、まあ、言及がされていました。以上で発表を終わります。